ご覧いただきありがとうございます。新体のまさきです。本日は奈良市学園朝日町にございます定光ビルの、お部屋の方にお邪魔しております。でですね、早速こちら玄関の方からご紹介いたします。玄関ありまして右手の方ですね、すぐにおトイレがございまして、このように、ね、小窓もしっかりとついております。で廊下、進みまして、こちらがですね水回りとなっております。まずですね、奥の方が非常にゆったりとした浴室となっております。こちらにもね、小窓がついているのがね、嬉しいポイントですね。で、こちらは、室内の洗濯機置き場と洗面スペースとなっております。非常にね、ゆったりとしてまして、綺麗な内装ですね。で、廊下の方進みまして、左手の方ですね、こちら、洋室がね、2部屋連なったお部屋となっております。まあ、白をね、基調にされた室内となってまして、とてもね、清潔感があって、綺麗なお部屋ですね。で、こちらの方には、まあ、このようにね、押し入れ収納がございます。で、こちらが、リビングスペースとなっております。このね、L 字型のリビングとなっておりまして、この奥がね、キッチン周りとなりますね。こちら、キッチンの方も非常に、ゆったりとした綺麗なキッチンを入れていただいております。またね、リビング両サイドに和室がございまして、まずこちらですね、約6畳の和室となっております。こちらね、壁一面の押し入れ収納がね、非常に魅力的な物件となりますね。お布団などね、ぐさっと収納していただけます。で、こちらですね、南向きのバルコニースペースです。非常にね、こちらもゆったりとしたスペースとなっております。で、リビングの反対側にも約6畳の和室がございます。こちらの方にもね、収納スペースがこのように充実しております。非常にね、どのお部屋にいても、日当たりでしたに収納スペース、充実した物件となっております。詳しくは賃貸のまさきホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。